ムーニーはアメリカ合衆国の歌手、詩人、アーティストであり、ドイツのクラウトロックバンドであるカンのオリジナルボーカリストとして最もよく知られている。ムーニーは高校から歌い始め、シックス・フィフスとして知られるアカペラボーカルグループのメンバーを務めた。ニューヨークで彫刻家として名声を得た後、ドイツに移り、バンドを結成していたイルミン・シュミットとホルガー集会の友人となった。 ムーニーはリードボーカリストとしてバンドに参加。バンドは当初インナースペースとして知られていたが、ムーニーが座間の名を思いつき後に間に短縮された。最初はプリペアドツーミートザイヌームと題されたアルバムのマテリアルが録音されたがリリースする意思のあるレコード会社はなかった。それは後の1981年に ディレイ1968としてリリースされている。カンのセカンドアルバムが1969年にリリースされた彼らのデビュー作、モンスター・ムービーとなった。それはドイツのアンダーグラウンドシーンにおいて成功を収めた。この期間にムーニーがバンドと共に録音した他の様々な楽曲はコンピレーションアルバムのサウンドトラックスとアンリミテッドエディションに収録されている。 ムーニーはバンドを脱退し、モンスタームービーのレコーディング直後にアメリカへと戻っていった。精神科へから、勘の混沌とした音楽から離れることが、彼の精神衛生にとってより良いと言われたためである。アルバムのライナーノーツでは、ムーニーが神経衰弱に苦しみ、上がっていの、下がっていのを繰り返し叫んでいたと主張している。1 9 8六年、再び勘に参加して、 一回限りの再結成アルバム、ライトタイムをレコーディングした。彼はまた、サンフランシスコベイエリアのバンドである、テンスプラネットで3枚のアルバムをリリースした。その1枚目には、モンスタームービーの、ファーザーキャンノットエールの新バージョンが収録されている。2枚目のテンスプラネットのアルバムでは、別のラインナップが導入され、アルバムは、ピーバインレーベルから日本限定で、リリースされた。 アンフォーチュネート、ミラクルレーベルは、その発売に先立ち、次のアルバムからの二つの初期ミックスを含む限定7インチピクチャーディスク、シングルをリリースした。2002年、ムーニーは、アンディ・ボーテルのアルバム、All Ten Fingers にて、同名のムーニーによる詩のバージョンによる、ソルテッド・タンジェリンズで歌うよう招かれた。その後、テンス・プラネットは、ミルビアシンレコーズから、 インカンテーションズというタイトルのアルバムをリリースした。ムーニーは現在、自身のビジュアルアートの仕事に焦点を当てている。2007年、マシュー・ヒグスがムーニーを招待し、ニューヨークの由緒あるホワイトコラムに作品を展示した。2013年、ムーニーはドラマーにして、ソングライターで音楽プロデューサーのショーン・ルーナンとのコラボレーションを開始し、ジャマラディーン・タクマ、アラム・バジャキアンと共に、 ベイビーズダンス、t アーズ・オールウェイズ・ザ・ナイトをレコーディングした。このグループは、2014年6月に、リリースされた CD と、その歌詞やムーニーのアートワークを含む書籍の発売に、先立って、2014年2月に、フランスのサンズ・ディベールフェスティバルにて演奏を行った。2017年4月、ムーニーは、ロンドンのバーアビカンセンターに、ザ・キャンプロジェクトの、 リードシンガーとして出演した。それは、イルミン・シュミットとの再会を果たしたコンサートで、ソニック・ユースのサーストン・ムーアとマイ・ブラッディ、バレンタインのデビー・グッキンが参加した。カンのドラマー、ヤキ・リーベ・サイトは、最近亡くなった。コンサートは、様々なレビューを受け、特に、ムーニーのボーカルでは、サウンドの問題を抱えていた。ウィズ・アンディ・ボーテル・ウィズ・デイブ タヤクウィズショーンルーナンウィズジェーンウィーバー。ありがとうございます。